はいどうも、百均です。今回ダイソーの方へちょっと行ってきました。今日気になった商品こちらになります。プチブロック、虫の仲間。こちらがね、2種類だけだと思うんですよ。多分売ってるのがこの2種類しか、ちょっといくつか見て回ったんですが探しきらなかったんで、まあ、1と2ってなってたんで、ね、多分この2種類なんだと思うんです。で、1つ目ヘラクレスオオカブト、もう1つがオオクワガタ。この2種類ありました。以前ロボットビルダーズシリーズみたいなのやつ、ロボットのねやつがあって、あれ買ってからちょっとずっとこのプチブロック気になってたんですよね。ツイッターとか見てても結構皆さんすごいの作られてる方とかもたくさんいるんで、挑戦はしたいなぁと思いながら、まあ技術というか想像力がなかなかないのも事実なので、まあとりあえずはこういうちょっと気になるので、一つ一つ飾るという意味でちょっとね、いろんなプチブロックのシリーズ作っていきたいなと思って、はい、今回はこの虫の仲間シリーズですね。はい、こちら購入してきました。まあ、早速ね、作ってみて、まあ、出来栄えと作りごたえの感想とか、そのあたり紹介してみようかなと思います。じゃあ、作っていきます。シャッキに。じゃあ、まずヘラクレスオオカブトから。今回こちら中開けるとですね、これ多分台座になるんですかね、きっと。ここに、絵にもありますけど、こういうちょっと大きめの台座があって、パーツがあります。で、組み立ての説明書ですね。はい、こういう形ですので、じゃあ作っていきたいと思います。ヘラクレスオオカブト、次オオクワガタ作ります。今回虫、昆虫ですね、虫の仲間ということで、ヘラクレスオオカブトとオオクワガタ、ね、すごいですよね、これほんとそれそう見えますもんね。これ結構ね、ちゃんとまあまあついてるだけなんであれなんですけど、これもうなんか黒い塊に一見見えるんですけど、よく見たらね、オオクワガタに見えますしね。はい、こちらがプチブロックの虫の仲間ですね。いや、ほんとでもこのプチブロックのシリーズよくできてるなと思うんですよね。まあ、またこれもどんどんね、飾っていこうかとも思いますし、なんかオリジナルでね、
これを使って何かを作るっていうのもいつか挑戦したいと思います。しばらくはちょっとまだね、こういうシリーズ出てるので、そのままのものを作っていきたいなと思って、これ並べるのもね、結構可愛いかなと思いますし、今回はプチブロックの虫の仲間シリーズでした。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。